はい、皆さんおはようございます。メイクアップで笑顔になろうのグループの皆さん、はじめまして。基本的にはですね、火曜日の朝9時半、それから日曜日の朝9時半から、いろんな質問にお答えしながら、その時々のですねテーマを決めてやってまいります。このグループはもう完全限定なので、公にはですね配信はしておりません。このグループのメンバーのみに届けられるようにしてますので、ご安心ください。それから、女性限定なので、男性の方がこうコメントしたりとかってその 見てることがないので、本当に女性だけの悩みとかそういうことを個人的にあればですねどんどん打ち明けてください。できるだけその日本女性のこうアイデンティティを高める、もう本当に日本女性っていうのは、本来はすごく世界的リーダー的な役割をするような力強くて、それから、奥ゆかしい、すごく優しい、愛に満ち溢れた日本女性、そういうやっぱり、歴史があるわけですね。だから今こそですねこの世界をリードするような日本女性のこう魂というんでしょうかね、そういうのをこうメイクアップの中でもねどんどん取り入れて、で、その西洋のメイクアップを真似るだけでなく自分流のですね日本人女性のらしいメイクをですね心がけるようにして、自信を持っていただけたらなと思っております。自分の人生またもう一回見直すということになってますね。でその時に自分の顔とか、いろんな部分がですね大きく変わってると、でそこに、焦りがあって、そのメイクも20代にやってたメイク、30代にやってたメイクと同じでいくとですね余計に、迷いが出るんですね。どんな迷いかというと、やればやるほど老けて見えるとか、やればやるほどケバケバしくなるとか、じゃあどうすればその自分らしく笑顔になれるようなメイクができるかと。お顔に陰りができると人は寄りません。やっぱり人気者になるとか人に好かれるとか、例えば、こう仕事もうまくいくとかっていうのは僕はもうある程度のその基準があるんですね。あの人はオーラがあるなとか、あの人はすごく笑顔があるなとか、あの人の顔には陰りがないなとか、そういう方っていうのは人を寄せつけてくるし、幸せも寄せつけてきます。仕事もうまくいく。でそれを、実はメイクの力でその陰りをなくすっていう方法があります。その笑顔がですね陰りを持ってると分かるんですよ。だから自分の中で本当の自分の陰りのない笑顔を出すにはどうしたらいいかっていうことを考えていくと、でそれは女性の場合は僕はメイクの方ですごくその笑顔を出せるっていう、本当メイクって魔法やと思ってますんで、メイクアップのその特に陰りを取るっていうテクニック、これは年齢がいけばいくほどすごく大切になってきます。これはですね年齢とともにいろいろとこの変える必要が出てきます。ということで、30分ちょうど経ちましたんでこの辺で終わらせていただきます。また次週日曜日の朝9時半からお会いしましょう。